当社はステンレスやチタン、アルミニウムなどにデザイン性の高い、金属の衣装処理という研磨を施してですね、衣装鋼板、衣装金属板というものを作っている会社です。代表的な商品として IP ゴールドチタンがあります。これは金に代わる黄金色を持つ、軽量で高耐色で、そして柔軟な加工性を持つ商品です。 IP ゴールドチタンは本物の金のように輝くためにですね、実は超繊細な衣装研磨技術の下地に施します。その状態の上から大手製鉄メーカーと共同開発した真空技術を使いましてですね、被膜を形成するわけですが、ここが実はポイントになります。この技術は第5回ものづくり日本大賞優秀賞をいただきまして、国内の伝統建築や海外の著名建築物にその用途を広げております。ところが九州なので、様々なことをやらないといけませんので、たくさんの技術を実は持ってました。ところがこの技術を特許化しようと思っても、どうやって特許にしてもか分かりませんので、当時はですね、大学さんと共同研究して大学さんに書いていただいたりとか、大手メーカーさんにお願いして書いていただいたりとかいうことをやってきました。まあ、どちらかというとお任せ状態ですよね。ところが、九州経済産業局さんの支援事業をですね、受けることによって、特許の基礎知識ですね、どうやったら特許を取れるのかとか、何が特許なのかとかですね、そういったものが細かく教えていただいて、そこから知的資産に対するですね、興味とか、それから関心、社員たちのモチベーション、いろいろなことがですね、そこから発展していったわけです。私たちの会社は技術メインの会社ですので、技術特許を書きますとですね、さあ真似してくださいみたいなことになるわけで、そうじゃダメですよと。物と技術を融合させた複合特許が必要ですよと。かつこれは出してもいい企業特許ですよ、これは社内でクローズにしておいて誰にも知らせないノウハウにしましょうよというのをきちっと選別して、出すべきか出さないべきか、オープンクローズ戦略というのを教えていただいたわけです。私たちの会社は金属に機能と一生を与えることで社会に貢献するのが仕事です。ですので金属を化粧しようということで、金属化粧しという私たちの魂のような標語を作りまして、それを商標登録することで社員全体のモチベーションの向上とですね、統一感というのに成功いたしました。当社の商品は基本的には研磨技術になります。ですので、この技術を売るというのはなかなかこう難しいわけですね。それで、技術を、まあ、具現化していこうじゃないかということで、自社ブランドでマコというですね、金属化粧商品のブランドをつけまして、それによって、技術を見える化をするというようなことに挑戦をしています。九州工業大学さんと共同研究した次世代コーティングという、軽層膜をステンレスで乗せるという技術ですね、これの方も実用化いたしましたし、何より、大手製鉄メーカーと共同研究しておりました IP ゴールドチタン、こちらの方は国内の神社仏閣のみならずですね、海外の方にもたくさん今引き合いとが増えているところでございます。つまり特許を書くための一つ一つ大切なですね、バックボーンになるところ、こういったところはやはり中小企業はなかなかできないんですね。そういったところを大学の協力だったりとか、大手製鉄メーカーさんのご協力で特許化まで成し得たと、こういったことですね。もしですね、仮に訴訟が起こったとします。中小企業の場合はどうしてもですね、マンパワーもなりませんし資金力もないので、そういった訴訟に対してなかなかこう受け答えをすることもできません。なので共同特許を出願して取得することで、中小企業だけの力ではなくてですね、各機関、各メーカーさんと一緒になって戦うことができるというところも一つのメリットだと思っております。よく知財というと割とこう特許かななんて思うこともあると思うんですけど、まあ、そんなことなくて非常に幅広いことがあります。クローズ特許もあれば、まあ、オープンに出していく特許もあるし、ノウハウもあるし、たくさんあります。まずはですね、自分たちの持っている技術を見える化して、何がうちの技術なのかというところを把握するためにも、ぜひですね、知財活用をしていただいて、分類してじゃあ何を伸ばそうかとか、こういったところに大変ご活用してもらえるのではないかと思いますし、当社もやはりそういったやり方をとって、会社も非常に良くなってきたというふうに思っておりますので、ぜひですね、皆さんも知財経営チャレンジされたらいかがかなというふうに思っております。